こんばんばは。スピリチュアル研究家の楓です。ツインレイの試練は過酷で辛いと言われます。ツインレイの試練で別れることもあるのでしょうかツインレイの試練の男女による違いや乗り越え方なども詳しくまとめましたのでぜひ参考にしてください。ツインレイの試練が辛い理由と意味をまとめました。なぜ、ツイインレイの試練は 辛いのでしょうか通常の恋人同士や夫婦と違ってツインレイは試練が辛いものとして訪れますツインレイの試練は2人が一緒に乗り越えるべきものだと思われがちしかしツインレイの試練が辛いのはそれぞれが一人一人で乗り越えるべき試練としてやってくるからですツインレイの試練が辛い理由は今まで生きて作り上げてきた価値観を 根本的に揺さぶらられるからです相手と出会うことによって自分の価値観の狭さ考え方の狭さに気づかされる場合が多いでしょうしかしツインレイの試練が辛いのは全て魂の成長が目的ですツインレイ同士は価値観が違うのに相手が鏡合わせのように見える存在でもありますそのためお互いを通じて 自分の嫌いな部分や嫌な部分に気づかされる場合もあるでしょうそういった嫌な部分と向き合いさらに成長する必要があるから今まで受けてきた試練よりもツインレイの試練は辛いものになるのですしかしツインレイの試練は辛いだけではなく意味がありますツインレイの試練が辛いのは魂を成長させるためにやってくる試練だからです ツインレイの試練はつらいですが乗り越えることができれば魂は成長し2人が一緒ににいる準備が整いますツインレイの試練が女性に起きる意味ツインレイの試練が女性に起きる意味とその特徴を紹介しますツインレイの試練が女性に起きるときは自分自身の使命を受け入れるべき時が来たのを意味しています ツインレイの試練を迎えた女性に限らず人は皆人生の中で生きる意味を持っています自分の役割自分にしかできない使命を与えられているはずですツインレイの試練が訪れた女性はこのように自分の使命と向き合う必要があります今まで自分のためまたは家族や友人といった狭い人間関係の中で生きてきた女性も 広く世界と向き合っていく必要があるのですツインレイの試練で女性は自分の変化に戸惑い自分は小さい人間だ自分には何もできないと悩んでしまう時があるかもしれませんしかしそんな時も周りへの感謝を忘れず誰かの役に立つと自分も嬉しくなる奉仕の精神を持ち続けると試練を乗り越えられます このようにツインレイの試練は女性の場合多くは自分の内側の試練ではなく自分の外の世界と向き合う試練になります試練の最中は自分と世界を比較してしまい自分の小ささにショックを受ける時があるかもしれませんツインレイの試練を迎えた女性はそれでも努力して続け自分のやるべきことや 進むべき道を見つける必要がありますツインレイの試練が終わりを迎える時の兆候ツインレイの試練が終わりを迎える時の兆候をまとめました自分の価値観が揺さぶられ一緒にいたいのにいられないツインレイの試練は終わりがないのではないかと思うほど本当に辛いものですよねしかしそんな辛いツインレイの試練も ききちんと向き合いい続ければ、いつか終わりが来ます。ツインレイの試練が終わりを迎える時の兆候としてよくあるのは自然に今の状態を受け入れるようになるです受け入れた時にツインレイの試練が終わりを迎えるなんて変な感じがしますねでも本当に仕方ないどんな状態でも受け入れるそれでも相手を愛せると思った時に ツインレイの試練は終わりを迎えるのです。今の状態を受け入れ、それでも最善を尽くそうと考えられるのは、魂が一段階成長したことを意味します。そして、この魂の成長は、ツインレイにとって最大の目的です。そもそも、ツインレイの試練は、魂の成長のために訪れるもの。そのため、魂が無事に成長すると、 ツイインレイの試練は終わりを迎えます。また再びツインレイ同士が自然に向き合える状態になるのもツインレイの試練の終わりの兆候です今まであれほど感情を揺さぶられていたのに穏やかな気持ちで相手と向き合えるようになったらそれはツインレイの試練の終わりの時なのですツインレイの試練を乗り越えた先にあるもの ツインレイの試練を乗り越えた先にあるものは何なのでしょうかツインレイの試練を乗り越えると別れもしくはツインレイとの統合が訪れますツインレイの試練として別れる場合ですがこれは年齢差がありすぎる片方もしくは両方が既婚であるなど社会的な理由がありますその他にもツインレイの試練でどちらかがなくなってしまう 場合も考えられますこの場合現世では別れを選択することになりますしかし魂の質は高まり来世以降でツインレイと統合できる可能性が高くなりますそしてツインレイとの試練を乗り越え一緒にいられるようになった2人は統合しますもともと一つの魂だったものが何らかの理由で別れてしまった ツイインレイ同士もついに再び一つの魂になります統合を迎えるとお互いがお互いのことを理解し自分の人生の目的も把握しますまたツインレイ同士の結びつきだけでなく社会との結びつきも強くなります周りへの感謝の気持ちにあふれツインレイは試練を乗り越えてずっと一緒に現世を歩んでいくことになるでしょう ツインレイの試練はツインレイ同士の関係が進むにつれて必ず起こりますそのためツインレイの試練が起きても嘆きすぎる必要はありませんツインレイの試練は関係が一歩進んだ証拠だと思って自信を持ちましょうツインレイの試練で男性に訪れるものは自分の嫌な部分と向き合う自分の内側に対する試練である場合が多いです 反対にツインレイの試練が女性に起きる場合はツインレイの試練を男性が乗り越えるのを待ってあげたり自分の生きる目的社会での役割を見つめ直すなど自分の外側に対する試練である場合が多いですツインレイの試練の内容は様々ですツインレイ同士年齢差がある片方もしくは両方が既婚者であるなど 社会的に結ばれない状態であるのもツインレイの試練の一つです。以上、いかがでしたでしょうか皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。